はい。ひとつき万札、清水です。えー、欲しがりまてん、勝つまではってやつかっていうことなんですけども、あの、エネルギー価格高騰、岸田市長、国民にも協力をお願いしたい。はぁ、あ。お願い。そうですか。何をお願いするかっていうと、平和秩序を守るための正念場であることをご理解いただいて、国民の皆さんにも引き続きご協力をお願いしていかなければならない。これは、あのー、まあ、 要するに電気代とかガス代が高くなるわけなんですけども、えー、これの話をですねこうしたんですけども,もうすでにこれが嘘であるということをですねお気づきでしょうかまずですねエネルギー価格が高騰するのはですね平和の秩序と何か関係あるのか、ね、でそれをですね何か関連づけるのであればですよロシアかかららののガスは買うのをやめただから高くなっていきますこれだったら分かるんですよ <laughs> 高くなっていく。 だけどですね、岸田さんの膝元であるですね、あのー、広島ガスはですね、ロシアの,あのガス依存度がですね、50%。なんやねん、それっていう。ロシアゲートかよっていう話なんですけども、<laughs> あのー、じゃあ、えー、この、何を嘘を言っているのか。 えー、広島ガスに例えばロシアからのガスを買うなっていうふうに言ったことによって他から買うことになったから高くなってご協力をお願いしたこの順番ではないとということですつまり、えー、ガスはロシアから買い続けるけどエネルギー価格は上がるというのは単なる政策の失敗でしかなく。 自分の失敗もウクライナに対する連帯を示すためなんですっていうきれい事で嘘ついてるだけやこれはすご <laughs> いよあげくの派 <laughs> にロシアとは取引してるっていうのは何かいや意味分からんい,いやこいつ最悪の総理大臣だと思うよしかも分かりにくい安倍はあのー、安倍晋三はですね分かりやすく嫌なやつじゃないですか でスライシー偉も分かりやすく怖いじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> 岸田は国民の声をしっかりと聞いて、緊張感を持って、しっかりと対応していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。みたいな。なにこいつで、見せかけといて、悪いことやってるっていうですね。あれなんか、悪い、悪いことちかなつか、あの、こいつ、すごい文字、もしかしはちゃめちゃはちゃめちゃなんか、はちゃめちゃじゃない悪い、悪いことならまだいいよ。 <laughs> 悪いことはまだいぼうせめて悪いことをしてくれ。せめて悪いことをし, <laughs> してほしい。訳わ <laughs> <に>からへんやん、そのさ。<laughs> どんな,な,なんで、何のことなんなんでそのロシアからガスを買ってるのに、<お>エ,エネルギーが今、日本が今経験するエネルギーとかの値上がりは別にロシア関係ないよね。あの日本単体で見ると関係ないです。うん。んで、その世界的に値上がりしてるから値上がりしてるんですよね。そうん、です。で、その世界的に値上がりしてる背景にウクライナ戦争あるけれども、うん そそれはその制裁によって値上がりしてるかどうか微妙いじゃんもっとあのー、ちなみにあのまだドイツとかも買ってますからね2024年までにかけて脱ロシアを実現しようとしてるわけだ、うんうん、あまだ凍ってるだじゃあ何、ね、値上がりしてるのは1い。1コロナです、ま、ずそもそもコロナで値上がりしてるんです、はい、2円安それもある はああもう何な,なんや他なんかあるかなとりあえずまあ一応そのブライナ戦争が値、うん、上がり要因になって石油は値上がりしてるよねうんまあしてるよでもそれ別に平和と関係ないよね戦争だから値上がりしてるんですでってそこにそのさ平和を秩序を守るためとかっていうレトリックが入りうちはないよ、ね、ないない それをそのこういうレッこういうわけのわかんないことで正当化するところでも十分に発狂してんだけど、うん、でそれでロシアからのじゃあ天然ガス大して勝ってないのにどうして止めないのってっそう不思議でし思ったらうん、うん、広島が半分依存してるから止めるともう <laughs> なんか自分の選挙区が大変なことになるからお <laughs> <も> <laughs> いおいみたいな。 なんでそのはたえりすごいすかそのいやでこれかなり異常でね、うん、あの他のところはいや私実はロシアが侵攻してすぐに調べたのが東京電力と東京ガスのロシア依存度はい、はい、これね大体8%パーから10%パーなんですよ。って、うん、ことはまあみんなに世界に歩調を合わせて。 サハリンワンツーからも撤退するだろうなって読んでたんですそしたらですねもう全然撤退せえぞんでやんでやっていうふうにこう思ってたんですようん、うん、広島かやっていう広島 <laughs> 広島ガスの会長が講演会の会長ってするのかなえっと広島ガスの社あのー、社長はですね代々まず広島の えー、自民党の第一選挙区分に献金をしております。<laughs> でえー、で当然広島の地元のエネルギー会社はまあ自民党支持の場合多いですよね。<laughs> うんうん、なんかうそういう選挙ボタンぐらいの勢いですよそんな。いやそう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 だよ。何 <laughs> やねんこいつ。<laughs> もうというわけであの広島ロシアゲートです。 すごいよ、ね、であんなに各国が撤退してるのにうん自分の選挙だけはくで,でねじゃあ冷戦考えてじゃあ広島次の選挙にそんなに影響するのかっていうと自分の選挙は終わってるわけようんじゃあ広島の参議院選挙の選挙区にじゃあ誰が今回いるのかっていうとですよ、うん、あの宮沢陽一さん という人がいてですね。これが自民党。うん、で、多分これ宮沢喜一の。うん。そうだよね。宮沢喜一。広島やった、ね、はい。宮沢喜一がおじさんで、おじいさんは誰かというとですね。岸田正樹さん。ああ<ー>。つまり。そんなダイレクトに。はい。宮沢家なのか <laughs>、はい。はい、そうです。宮沢家と岸田家は一体なんです。もう宮沢家と岸田家は一体でございます。<laughs> はあ<ー>。はい。 で、その次にもう一人いるのが、柳田実さんという、これは、あの、無所属ですね。うん、で、で、まあ、あの、宮沢、その、洋一さんというですね、この自分の親戚。うんうん、この親戚を守るためだけに、広島ガスには強いうこと言えへんなーって言ってるだけです。うん、すげえ。すげえ <laughs> すげえ。すげえ。 すごい。それでゼレンスキー大統領パッカみたいなことになるんです、ね。そうそうそう。もう自民党そう、ゼレスキーパーとかっていうふうに言って、みんなで、ね、どガえスターティングオレーション、はい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  <laughs> みたいな感じ <laughs> でもガスはあの買うんですよ、ね。絶対支援からとかっていう。そうです。こういうのはあの2枚字だと。いやもう二枚どころか、もう5枚ぐらいウうウよヨうしとるよ。あの引き字だ。ウ <laughs> うウうウヨウヨって。 いやこれすごいねやっぱりこの甲が無知いやーこの宮沢洋一ってやつは岸田のあのいとこで、うん、でお父さんが宮おじいさんが宮沢喜一でお父さんおじいさんになるとあのもう一緒はあ、こいつが落ちひんようにするためにやっとるだけ すごいね、世界の平和とか平和の土を守るとかウクライナの侵略とかどうでもいいいと、うん、こにが困るからなっていうそれだけどね、うん、すごいっすねいや <laughs> ちょっと腹立つから宮沢陽一のあの不祥事もうウィキペディアベースですけどあ,<ー>あの読んでやろうもう腹いせん、ね、はいはいはい、えー、2014年安倍内閣の頃 SM バーに政治活動費を支出していた。つまり SM バー、公金で通って取ったってことですね。<laughs> <laughs> M ですか <laughs> どっち <S, ?S ですかどっちですか <laughs> <laughs>、えー、次、えー、外国資本パチンコ企業から寄付をもらっていたと。韓国ですね。はい。うん、なるほど。 なるほど、まあ<ー>うん、あとは、えー、っと東京電力の株式を600株保有していたとでしかもこの時参議院経済産業委員会に、えー、いたということなんでまあ、うん、利益相反インサイダーこんなんやんけよなんかちょっと <laughs> 宮宮崎一さんに比べるとだいぶと、うん、はい恥ずかしい恥ずかしい人です いやでも,もう大倉官僚やっけいや大倉官僚まあノーパンしゃぶしゃぶよりマシかなっていう東大法学部うんさすが東大法学部変態やねこれはやっぱ勉強しすぎて変態になっちゃったすごいなあの宮沢貴一も東大やろ確か人って一橋宮沢貴一の方ですか貴一も東大ったと思う宮沢貴一は東大東大,東大じゃなくてもそうそう帝国大学の時代ですよう い、ね、みんな東大入るのね。うん、まあでの。これで SM バーかよ。<laughs> んで、まあ、自腹で行くならいいけどさ。自腹で行くならご趣味でございますけど。<laughs> うん、なんで制作活動で行くのか。<laughs> <laughs> なんかちょっとね、ちょっと。いやー、ちょっと <laughs> よろしくないね。なんでそれでおめも何もないのうんそういうことして 入閣後。俺は大臣なんだぞ俺 <laughs> は,は言うこときれいプシピシなのか入に入にハンかあるいは、えー、っと、あんあんってされてるか,うか <laughs> どっちうか。まあまあいいんだよ客人のセレッションを客人のものを提供して。いるまあ趣味で行くならいいんだけど。宮沢自身は今までどんどん述べてるらしいんだら。<laughs> そうなんだ。<laughs> なんかあの資金管理大臣の職員が勝手に行ったみたいです。<laughs> あそれもよくないよね。<laughs> めしょちゃくよくない。それもあのスタッフのせいだとかってスタッフが勝手に横領して先輩一体やっててるんでしょそれ。<laughs> 意味わかんないやっけ。<laughs> <laughs> <laughs> だからもう要するにもうそのこいつこの選挙このねあの宮沢陽一をあの選挙で迷惑かけたくないから。 まあしょうがないし、あのー、ほっとこうっていう。でも国民の皆様には、平和の土を守るために、えー、エネルギー価格高騰、ご協力お願いします。欲しがりません。勝つまでは足らぬ足らぬ、工夫が足らぬ、贅沢は敵だ。っていう感じ。うん。何それ何なんや。うわ、小川平吉から来てんのか。あ,あ。小川平吉 うん、戦前の大政治家ですけどね。あ鉄道大臣。うん、うん。まあ、あのも。もう4代目か5代目やねんの、<う>すげえな。もう。なんかくだらないね。本当に <laughs> <laughs> くだらない。ああ<ー>。こんなくだらないことで。 日本の政治で決まってんねんすごいね全然変わらへんやん阿部家とうんこんなばっかりこんなばっかり世衆議員禁止かうん<え>まあ私はだからそう思いますけどねうんあの別にいいけどさうん 新選挙は誰でも自分のそうそうそう自分の親父の政治資金団体についてその自分の選挙あいつの選挙かっていうのは禁止するけど、うん、あれ本人によくない、うん、そんなさ、うん、そんなこと人生で規定路線されて嫌じゃないまあ基本そういうふうに決まってしまってるけどさ嫌だよね、うん、やっぱりそこは おかしいから、てなしにすべきだと思うけど。なんでなしにしないんだ。おかしいだろう、うん。なしにしない。なしにすると、自民党なくなんねやろうね。まあ、なくなるやな。<laughs> まず岸田がなくなる。<laughs> ね、あの世襲議員なんて消しからね、しっかりとちゃんと直していかなければならない。ここは改革すべし。 菅秀だったんだだよから、うん、だから引きずり寄されたんですよ。うんしかも半原発の河野とも仲いいしさ。河野、うんまあ、もとんでもないけどね。河野、うんまあ、も5代目か3代目かわせんだけど <laughs> それくらいやけどさ。もうすごいよね。うん、いや。 この宮沢陽一、ちょっと調べてみたけど、うん、これ、あれやな、2019年、参議院資源エネルギーに関する調査会の会長とか、経済産業大臣とかやってるから、うん、そり広島ガスとは、何らかのつながりあるでしょう。いや、もうないわけないわ、そらそら。 これはどう考えても、うん、そう考えるとねあのー、あの五、ー、大電力、うん、その地域でガス電力ガスって昔はさ自由競争だったのにさ、うん、あの戦争中にこれ地域分割されてるじゃないですか。うんうんうん あれだから結局戦後の政治構造を固定するものすごい力がありましたね。いや確かにたぶ、うん,うん多分ねその関西電力とか、うん、大阪あ大阪はさ関西電力を全部小さいけどさ、うん、そういうところと無関係の保守政治家っていないと思うんだよね。うん、それが原子力発電と結びついたからもう壮絶なその鉄のブロックできちゃって。うん それがテレビ局にガンガン CM 流してるじゃない。ん。うん、この時、不思議だった<い>なんで関西電力とかって関西電力しかないのにさ、うん、なんでコマーシャルしてんのって。うん、そうね、敵いいもんね、競争相手も。うん、なんでやろうと思ったら、うん、あれはだから、テレビ局を支配下に入れるため、ね、そうです。 鼻薬をいっぱいかかしているわけです。そうそう、かいや,やろ、それみたいな感じが。<laughs> <laughs> きつい。うん、でも、でも、まあ、あの。あの、この五大電力から、マスコミへの怖い人ら禁止すべきです。うん。まず第一に、日本を正常化しようと思ったら。<laughs> いや、いらんしね、しかも。うん。で、それから政治団体との関わり、すべて禁止すべきですよ。 あ言ってみればだからあの地方公共団体みたいなもんやうんうんうん、うん、確かにねえ、うん、で地方公共団体がさその地元の政治家とかにさ献金、うん、してダメでしょうんうんあの大阪市の市役所のさトップが事務、うん、トップがさそのなんか維新の政治家に献金してましたとかってダメじゃんダメやねそれと同じことが起きてるよね、うん だからもうその五大電力とかその電気、ガスっていうその地域分割しているところは地元のメディアに対するまず、うん、あの広告を禁止し、うん、かつ、その経営者だの,さなんかそのある程度の権限を持った社員はですね、うん、政治家との関係をやっぱ切らないとね。うん まあ本当にこれはでも何がすごいかって正直、うん、宮沢陽一がですよ、うん、あの今回の参院選で例えば広島ガスのしかも次の選挙までにいきなりさガス料金が上がることはないですよね急に。わ <laughs> っいきなりなんか23倍になるってことはないわけで。 あのドイツとかイギリスみたいに1年2年かけて脱ロシアにしていきますっていうふうに発表をしてさ、うん、7月の選挙までに上がるということはないと思うんだよね円安以外で。ってことはですねねっ岸田さんが我が地元の広島のね、えー、ガスも5割もロシアの天然ガス依存しておりますと。だから でもね、あのウクライナの,、ね、あのことを考えてロシアをね、経済制裁協力しなければならないのでこれも断長の思いでカットしていきたいと思います。でつきましては、全,世界のあ全国ののガス会社の皆さんご協力お願いいたします。でそして宮沢洋一さんがガスは確かに、えー、ロシアから買わなくなったからこれから広島のガスの料金は値上がりするかもしれない。だけども、私は ね、経済産業大臣をやったこともあるからこの国難に対してね世界の平和と広島のエネルギーこれを守るためにしっかり頑張っていきたいと思いますどうか清木一票とかって勇気がないっていうのはすごいねそっちの方がなんか人気出えへんの <laughs> ダメだそれ言ったらね<え>俺そっちの方が何かそ国際的に人気出そうな気がするんだけどダメそれそれですら批判されても。 うん、んかそういうのを批判したいじゃないですか。で、そういうふうに、例えばね、うん、言って、えー、批判してきたとするじゃないですか、それでもウクライナがかどうでもいいんだよ、うちのガスどうなるんだよっていうふうに言ってきたらさ、まだ大義が立って反論できるじゃないですか、うん、選挙の時に。 だけど、なんか広島側のガスはね、広島ガスはロシアのガス買い続けるんやけど、国民の皆さんは電気料金、アスのせいで上がっていくんで、ガス代もごめんなっていうのは、おこれ大義たへんやないいか、うん、だからその、それでウクライナのためにですね、<お>ガス力を値上げして、市民の生活が圧迫されて、うん、都民がですね、うん、自民党の議員にふざけんなとか言って,こう言ってるとかいうぐらい。うん が、普通にやったやったうん普通でそれでその野党がウクライナはいいけど庶、うん、民の生活を守れって言って、うんうん、ガス料金の補填を要求すべきであるとかっていうふうに言ってそこが争点になってるとかいうのが、うん、普通普通普通それ普通だよねうん <laughs> そうじゃなくて <laughs> みたいな もうそうじゃなくって、なんかあの、あのゼレンスキー大統領、カッコバンイ、カッカバンザイ、まあ、あ<ー>っ言っときながら、ロシアからのガスがかガスガガスサハリンあるし、<laughs> <laughs> なんでなんでって、<laughs> 広島ガスがね、あれでちょっといろいろ地元に面倒なんで、出総理大丈夫それで済むせーんとかっていうレベルで。 野党が言うとしたらさ、うん、ふざけんなと、うん、ロシアを制裁をきちんとするためにガスを輸うすんな、うんうん、それで庶民の生活が圧迫されてもやむをえんだろうって野党も批判しないといけないとおかしくないなんかなんかね <laughs> どんな,なんなんやこれは。 ななんんやこれはもうちんぷんかんぷんですわ選挙前にもうちんぷんかんぷんとはこのことやで、ね、んかうまくないやんねん<う>いやちょっとなんちゅうか明治政府もびっくりみたいな感じなんゼレンスキー知ったら批判すると思うけどねこれは。 全スキーに作ろう、うん。作りたいね、本当に。ああ、ウクライナ大使館に作ろう。ああ、ウクライナ大使館にちょっ岸田あの買っとるで。このそうこの件に関して、うん<あ>、ウクライナ大使はどのようにお考えですか。うん、いやもツイートしてみよう。ウクライナ大使、ええー、ウクライナ大使館はいっぱいツイートしてるよ。すごい政治的な、うん、ポリティカルにツイートしてますようん。うん 戦略的にやってます。うん。これな、SNS もあるしな。いや、かなり活発で踏み込んだ作業してる。えーっと、あ月曜金曜か電話。ああ、ライン。電話はできなかった。電話、せっかくいつもの名物伝統通を受からたかに電話してみたってやろうと思ったけど、これ日曜撮影なんですよね。そう。<laughs> そうかまあでも、うん、皆さんがあのツイッターで、えー、聞いてみましょういいんですかと、えーうん「岸田こんなことやったんで」ってねえ作った方がいいよ本当聞いてみようか、うん、まあでもなハイロセイサさらに詰めなければならないゼレンスキー大統領いやそりそうでしょうどう考えるかんるのに、うん 志田さんは、うん、地元の学祭者は5割がロシアのバスやからサハリンからお手伝いしないと、うん、言っておられるのですが、うん、一体どう考え政府としてはどう考えでしょうか、ね、<laughs> でも実際そうやでどうすんねんこんな恥ずかしい。ねえ。うん

ピーター・ランダーズさんといういあの記者さんがいてですね、うん、この方が、えー、っとニュウォール・ストリート・ジャーナルの東京支局長で、うん、日本の記事はないいっていうそらやっぱさっきの話じゃない、うん、やっぱり電気・ガス会社はさやっぱ広告いっぱい出すから、うん、電気・ガス会社に都合の悪い行動はない。 使えるっていうなってないないやまあそれはもうあの本間さんの専門ですけど、うん、完全にそうなってますよなってるよね電、うんうん、ガスは電気比べだいぶ弱いと思うけどさ、うん、異常でしょウェのストリートジャーナルは知ってんのにいやーちなみにあの富士 FNM プライムオンラインでですね 広島ガスロシアからの天然ガス供給、滞ることはない、50%はロシアから購入っていう、ですすねあの無批判に載せております <laughs> ちょっとそれ見せてよ <laughs> これおかしいやろ。<え>いや、ウクライナ情勢の影響により、<え> LNG の調達が滞ると事象は起きておりませんって、社長が発表してて。 これはあだからガスは順調に来てるんで心配しないでねさいうテレビ新広島の「うん、あうワンシンください」という、うん、テレビ新広島が FM プライムオンラインに載ってるのか、うんうん、大丈夫よっていや大丈夫よじゃないよね <laughs> 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 大丈夫よじゃないよねなんでこのウォーーールルスルートジャーナルみたいに ロシア産ガス、岸田首相の地元にとっても大問題とかっていう記事にならない、えー、すげえ、まあじゃあ。すごいね。こ,のロロ <laughs> これまさにそうじゃん。新広島は絶対そのかん広島ガスの広告いっぱい出てると思うね。テレビ新広すごいなうん。すごいっすね。はあ、日本のメディアはもう日本の言うまま。<laughs> フォーグフォーグフォーか朝日新聞も別に対して批判してませんね朝日新聞なんかもうねねそういうので、ね、これ朝日新聞になんて書いてあるかっていうと電気代ガス代小麦価格も高騰<え>広島のお好み焼きにもロシアの影ってえだろお好み焼きは何だ <laughs> お でまあ、ここにも一応広島ガスはロシアから都市ガスの原料となる LNG を20万トン年間輸入してきた調達全体の半分を占める今後情勢次第でロシアからの供給が難しくなることが懸念されているその場合マレーシアなど他の、えー、契約先から補填したり他電力ガス会社から融通を受けたりする広島ガス広報室としているがガス料金に跳ね上がる可能性がありますね以上終わりみたいなうーはい ゼレンスキー大統領閣下に直接行ってください。<laughs> 本当だよ。<laughs> なんじゃこれ。皆さんゼレンスキー大統領閣下に直接行ってください。いいよ、すげえなー。あやすごいね。うん、あすごいな。なんかもうちろんなんか防衛なんていうかそのアセントする態度。うん。うん。 なんかも何が何だかわからないからすごいよね。やすごいな、まあ、やっぱりほんまに何てゅうのこのこの感覚すごいジャパニーズだなと思うんだけど、うん、こう目の前のつ褄つま合わせに全力を挙げてるので、うん、大事な問題は気にしないっていう傾向があるじゃないですか。 大事ですねそういうふういいに、うん、なってってちゃうんだよ大事を忘れて目の前<う>目の前目の前,目の前,目の前みたいなこれでもね日本の特にサラリーマンサラリーマン時代は私もものすごい自分でもすごく感じたことですけど、うん、その7時だか8時かなんかに行かないといけないんだけども、うん、その15分ぐらい前には会社にいないといけないかなんとかそうなんで,ですね、うん、でその行かないといけない時間があるわけです。 あのちなみに安住さんすごい興味本位で聞くんですけど、さら、うん、にマチで遅刻はされなかったんですか？してないと思いますよ。すごい空疲れるわ。もう <laughs> もうそれが嫌でやめた。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。おう、やそれでそれがあるからさ、うん、おう電車乗って乗り換えの時とかで、うん、結構ね気分悪くなる人いるのよ。 いや、それはいるでしょう。ラッシャーは急にへたり込む人とか、そこに、ラッシャーが見込んじゃってる人とかいるんだけど。うんうん、あの、そういう人たちに、その。なんていうの。声かけたりとか、大丈夫ですかとか、なんとか、思いきに伝え、そう、う考えられなかった、うん、いや、もう、す、まあ無、無理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 みたいな、ああ、見なかったことでしょうっ,って去っていくっていう,、ねう,んうんうん。要するに、その、自分で歩いてる人がへたり込んだら、シャッってこうよけて。その、全力でよけた。<laughs> おお、危なかった。<laughs> ってこうよけて。 パパパって行って、うんササーって遅刻せずに到着して俺は素晴らしいサラリーマンだーっていう、うん、あ,のあの人大丈夫かなあの人大丈夫だったんだろうかって少し心配する、うん、これすごいジャパニーズなフィーリングだと思いますそれでそのでそれで人に聞かれたらさ、うん その駅とかで食いたりかも人なんかいるとすごく心配ですよねって,って、うん、ああいうような働き方になってるっていうのは問題だと思うんですってい見、うん、シャーシャーと言えると思うんですよ。なるほどだけどそのじ乗り換えの時にはさっと見ようでもこれは私の問題でゃなくて社会の問題なんだみたいなこの人のお置かてる状況にここで同情するみたいな。うん <laughs> い,やいやいやいやそこを倒れたらそれパッ助けて選ぶのなんでその瞬間に助けなれた,たらどういう気がどうすんねみたいな、うん、ことはですねないんですよ。いやなんかあのーうん、素敵な世の中ですね。うんその感じその感じとすごく似てません似、うん、似てる似てるる うん、だその広島ガスが50発とかからこれを止めるって大混乱と陥れるなんてことは、うん、あのの政治その広島の政治家としてはできません、うんうん、ですがウクライナの国民には全力で,い,たしますでいやなんか普通いやなんかここだすごい不思議だけど選挙でねあの <laughs> 広島のガスの供給源がウクライナの地で濡れているあのロシアからの調達が半分を占めているこれを改善します私は経済産業大臣も経験してきました倍、宮沢陽一っていうふうに言って人気が出るチャンスだって思わへんのか、うん、ねそれんしかもしかも,、うん、しかもさそれその辺のペイペイ政治家やったらまあ。うん 自分の選挙のことを心配してるだからいいかもしれない。宮沢栄一落ちないって。<laughs> 落ちないでしょ。う落ちないって。<laughs> でそ落ちない。でしかも宮沢圭一とかさ。うん、まあもっと逆遡ればその小川。なんだっけ、鉄道大臣、ね。小川平紀とかさ。お前、うんまあ、でもそのもう政治家の 大政治家がずらっと並んでるわけですよ。うんまあ、父親でしょってこれ宮沢博しやろ、う,ん、もうそ,それなりの政治家ですよね。うん、宮沢喜一、小川平吉、宮沢博士といった自分のね親族の大政治家の顔を汚すわけにはいかない。うん、だから、これはガスを止めるべきなんだ。 言うならわかるうん、うん、それもないでしかもはあ,あれやであのいとこ剃り大臣やで今それ大臣。てけるわけないんじゃないかだじゃあ大義を掲げろよどれだけヘッ,ヘッピリ腰やで、ね、そのヘッピリ腰感とその、うん、折り返えのところで倒れた人を全力ですり抜ける身振りとかですね同じ行動してるとしたら思うんですよ なんないや、これ。なあ、ま、すごいね、やっぱその辺の、この。これは、だか日本社会、すごいとこだとね。ね、うん。うん。うん、狂気だ、狂気がここに広がっている。うん。もうん。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 とか、広島がそうだったら、説得しやすいや。うん。むしろね。ね、ガス会社とか、そうースとかはさ、さ いや広う,ちもうちの選挙区はこうなんだけど、それはそうは今の状態にいかないと思うから、うん、ぜひそれなんとかしてくれよって、うん、三井物産とかさ、うん、言いやすい、むしろ、そうよお前のところ何も関係ないやんけやったら言いにくいけど、うん、自分は身を切ってるとやったら言いやすい、うんうん、そうよ、大義が立つじゃないか。<laughs> そ,のそ,ういその結果、庶民の生活を苦しめられてるのを野党は批判したい。うん 何かあか <laughs> っていうかあのガス代が高くなるのは電気代と円安ですから。<laughs> そうそうそう、はい、<laughs> お前のお前らの <laughs> 自民党制なんだけどね。すごい。<laughs> すごいね。その辺の問いはたえにやっぱりんかこのすごい感じがにじみ出ますねこの件は。うーん。 あのーうん、火があれ出てないように見えるんだけど煙だけ見えるぞっていうのみんなの「いいね」とコメントで「ふふふっふっ」っ,ってこうやってやだももももあってこうぼやさんといかんやろこれはうんこれはすごいな狂気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  でこういうちっちゃいところを許してたら一時が万事全部こうなるそうなんや、うん、それは危険です、うん、大変危険です、うん、だってあのこういうところではごまかしをするけどあの国民のコロナ対策にンチてはちゃんとやりますってそんなことないからね、うん、あちなみにコロナ対策は2類から五類へ変更をもうあれなんかなんか意味あんだあれ ななん,あなんなことをたんすあ意味,意味は,あります意味はワクチンが自腹になって、うん、PCR 検査も完全自腹になってえ休業保証も上げる必要がなくなるから税金が接着できるいやその代わり蔓延するよででね社会保障費がこの負担が減るからって言うてんねんけどちょっと待てと日本中にコロナ流行ったらっ いや社会保障費上がるってむしろ <laughs> いやもうだって働けなくなるやんだから収入は減るし社会保障費上がんねんでしかもあの労働力減りますよ、うん、ものすごいロングコビットイギリスのあれでもすごいよねうんやばいなんかますますあの新型コロナウイルスというのは、うん、脳を狙う 狙ってね、病気であって鼻とか熱とか息が苦しいとかいうのは入り口にすぎないという末端の症状にすぎませんねああとオミクロンは軽症だと言ってる皆さんにお伝えするとですねはいあのオミクロンは確かに軽症で済んだとしてもですねあの致命的な血栓症のリスクが33倍跳ね上がるそうです、うん、しかも それは継承でもそうな人。やっぱりんかあれ、あなんか宇宙人、宇宙人。わあ、宇宙人と戦争してると思った方がいいよ、コロナは。怖いね、うん。で、そういうものに対して世界はどうなってはいるが、日本はちゃんと対応いたします。で、このロシ広島ロシアゲート見て、どうもえぐいなぁ。 なんか、そ、すごいな。これが日本の伝統か。うん、伝統。やばいな。これ、ちょっと本格的にやばいな。本格的に怖いっていか、まあ、でも。すごい。文化だと思いますね。これが文化。うん。日本文化。これが日本文化だみたいな。まあ。 とはいえほっといたら大変なことになるよまああとちょっと安富さんに送ったけどあの郵便局の不正あったでしょあ,<ー>あれとかもなんか日本が守り自民党が守りたい文化なんだろうなって思いましたよ私はあれ何なんだよえもうこのね郵便局ってあの <laughs> だあ <laughs>、えー、郵便局局長2人を懲戒解,解雇ね 電子レンジや掃除機応料、まあこれ要するに経費で買った、あのここの郵便局で使うからって、まあ、新潟県の郵便局長なんですけど、ここの郵便局で使うからーって言って、電子レンジとかあの家電製品買ってたんですよ。うん、で、それで家,持家持って帰ったっ <laughs> て。家持っって2017年5月から2021年10月までに計45回、12万8000円分。 少なの清涼飲料水をええあっ清涼飲料水で12万円はいだからもう家で飲むミネラルウォーターとかは全部あの郵便局持ちとかそう<ー>いうこともやってたのよすごいねうんめっちゃ高ってたで,でさらに追加で掃除機とか電子レンジとかあとお菓子うわ100万円ぐらいはやってるね軽くねまあやってるけど発覚した分だけでいうと100万まではいってないうん だけどね郵便局ってこういう不正ありまくりなんですよ。うーんうん、でこういうその郵便局ってもともとこの郵便局も電電力会社とか、えー、いわゆるあのガス会社とかと同じ問題公私混同あと政治とつながってる部分ってすごく大きいよ NTT とかもそうだけどね。 まあだからこの日本郵便、うん、NTT、うん、電力でガス、うん、この辺も一回解散した方がいいね、うん、全てもう昭和の悪いもんを追い出したかったらこういうのも一回ね、うん、改造せへんとあかんもうこの,の残した、ね、しかも民営化とか消費者っ民営化してへんよしてへんしてへんあの名ばっかり民営化 <laughs>、うん、ひどいよね、うん いや他にも6000近いあの郵便局の大家さんは元郵便局長、うん、ででさらにあれは特定郵便局の流れかそう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 ,そうでそれでえー、っとこれ日本の郵便局の3割近くでしかもその賃貸収入を、うん、なんかね確かあれだよあの納税してんかったとかなんかそういうまあだからこれがあの小泉改革のね、うん あの、主軸だったんだよね。<ー>特定郵便局とかはなくさ、それもうすごい。巨大利権でさ。うん、うんはあ。なんなん、これは。こんなんばっかり。うん,う,んうん、うん、うん。こんなんばかり。あなんから、そもそもね、あの、だから、あの。うん、あれがね。あの。あの、農地改革の時にさ。うん。 地主が土地取られたやん,うん,うんうん。うん取られたね。でそれでそのその見返りにいくつかあったんですよ。うん、一つがまずあの、えっと、農協の職員、うん、理事長とか言、うんですそれからあの市役所の、やがて市議会議員、うん、まあ当然だけど市役所の職員にとんこどもとかを採用する。そがからその幼稚園とか。うん のののなんていうのあの土地持ってるからさ、うん、お寺さんとかね、うん、で,でそれから郵便局そのですよ、うん、その時にその農地改革の時に土地を取り上げられる代わりにそれをサポートするためにそういうメリットをこう作ったわけね、うん それがその日本の,その保守政治のすごく重要な拠点になってたんですうんうん、うん、なるほど。うん、でそれがまだ残ってんだね、こうやって。もう古いって、うん。だからまあ土地取り上げたんやから電子レンジぐらいやろまあ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 、ぶっちゃけそういう感じ。<laughs> <laughs> これぐらいいい思い応募するの当たり前でしょっていう。<laughs> うん、<laughs> それがまだ もう80年ぐらい経つけどいやこれてる感じなと思うよでそれだったらさもうそういう国だってさ、うん、分かりやすく開き直ってほしいんですけどまあ <laughs> <う>そうねいや日本は世襲のお殿様の様国なんですと、うんうん、でえー、っとで地方には地方名士という名のお代官様とか、うん、あの地主がいてその人たちが偉いのもう。 ねえ、一応、海外と取引せなあかんから、通貨が発行されてるけど、その実態は、<laughs> まあ、あのー、幕府資本主義みたいな問題んんやと。うん。なんか、なんで、そういうものの上に、民主主義です。パサってかけてんのよ。<laughs> それはだから、その、戦争に負けたから。<laughs> 腹立つな。 一応ほらあの明治政府もあのの建前も脱は入で,したけど、ね、で一応一応ね <laughs> 一応一応一応ね一応ねもちろんその江戸時代の構造と明治維新とはかなり違うと思うん、けど根幹は変わりません、うんうん。だってそれはまあ面白いけどあの徳川 徳川家の16代、何やったっけ、徳川、あの、貴族院議長だった人を。えっと、貴族院、総理大臣になってくれっていうふうに言われたけども、あの断った、いや、そんなん、そんなん、あんた、大政奉還したのに、急にっていう、あえっとね、言えた、言えたと、言えたと。言えたと、言えたと。この人や。うん。 だって大政奉還してしばらくしてからこの人なんか総理大臣になってくれへんって言われていやっちゃそうそうそう。せ大相さんねや、政権も重要ね。いやそんなあんた吉野ブがあ政権大政奉還したのになんで俺が総理大臣になんの <laughs> おかしくで、ね、っていうふうに <laughs> 自分でお断りする <laughs> そう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 。まあ、非常にまともな感覚ですね。うん <laughs> うん、非常にまともな感覚です。 でもこたぶんね、この時、北徳,徳は家、やったっけ家里。家とか。うん、これが総理大臣引き受けてたら、うん、代々徳川内閣が続いてた。大 <laughs> 々徳川内閣。<laughs> あれ、一緒かみたいな。お父さんそしたらね、たぶんね、あの戦争なってなかった <laughs> <laughs> いや、どっかで暗殺されてたって、さっ <laughs> <laughs> されないと思うよされないと思うされないか権威、うん、すごかったん、ね、うんいやもうあれかちょっと大政奉還奉還するか今更やけど <laughs>、うん、大政もう今更 <laughs> びっくりするやけど向こうもそう今から将軍戻ってとかって言われたら、うん、天皇もびっくりやろうなまたかみたいなうん いこっちはまあとりあえずウクライナ大使館にみんなツイートしよう、うんうん、すごいね、日本のこの、うん、そういう構造の強さというのを、うん、ツイートの仕方としては、ですねこのウォール・ストリート・ジャーナルの記事をメンションにつけてですよ、うん、ね、はい、<laughs> あの岸田さんはあのー、の選挙区の地元が、えーうん、ロシア産のガスを半分依存してますと、これについて直す気がないそうです。 いかが思いますかと。ウクライナ大使館の見解聞きたいか。うん、俺も聞きたいわ。今すぐ電話して聞きたいわ。<え> <laughs> <laughs> いや、どう考えてもあかんと思うからね。うん,うん。この構造。でそしてね、いや、そんなことになってガスの料金が上がって庶民の暮らしがって思う皆さん、関係ありません。 関係なく値上がりしますから。<laughs> <laughs> 関係ねえんだよ。<laughs> どっちにしろ上げるんだよ。ですかそう関係ないのに、国民にご協力を要請するところが、もうちょっと。すごいよ。でじれ方がさあ、<う>まんばじゃない。これ、あの、どれぐらいかっていうと、この度。安富あゆみの生きるための論語について、値上げが決定いたしました。 ウクライナへの連帯を示すために読者の皆様にはご協力をお願いしたい。<laughs> って俺が言ったらさ「え関,係関係ないの?」っていうふうに思うやろ地元のパン屋さんとかがですよ、ね、ウクライナへの連帯を示すためにこの度小麦粉の値上がりが大変なのでアンパンが200円になりますどうかお客様にはご理解のほどよろしくお願いしますって言ったらさ ちょっとだけ、関係あるちょっとだけちょっとだけ小麦粉だけどそれはウクライナの平和アンパンが値上がりするのと関係あるのかなとかねいろいろ変だよ。あっ、旦那さんにムカついている奥様ねウクライナへの連帯平和の秩序のためにあなたのお小遣いは減らすご協力をお願いしたい。<laughs> <laughs> そういう言ってねお嫁さんがそう言ってきてさ旦那さんが、うん、全くだゼロイチキがかっぱないって言ったらおかしいでしょう <laughs> もしそういうふうに言って納得した旦那さんいたらねちょっと嫁さんあの離婚考えた方がいいと思う何も考えてあなたの話何も聞いてませんそれ。っていうぐらい関係ないこと岸田さん言ってると思うんですけど、ね、んすごいんですねそのへ、うん結構怖いことですよこの、うん、この近藤は。うん うん本気で思ってるのやろね。うん、悪事を働いてやろうじゃなくて本気で思ってるんだろうな。うん、うん、結構やばいです、ねうん国民魂だよ。うん、これは完全に。ええ、ね。広島ガス問題やな、これは完全に。 いやだこういうでしかも電気代が上がったりして直撃してくるのってね、うん、まあまず今皆さんクーラーをガンガンにつけている暖房をガンガンにつけているそういう人いますか、うん、この季節に今4月10日とってもあったかいですどうおやすみさん暖房つけてる今、うん、いやつけてないつけてないでしょじゃあ暖房、うん、クーラーつけ始めると大体7月ぐらいからですよねええええ で7月にはもう選挙終わるんですよ。あ<っ>で、電気代が請求来るのは8月なんですよ。<laughs> よくできてますよくできてるね。で、それで、こ,変や <laughs> こんな手がかりするの、何やってんだ、自民党とかって言ったら、えもう選挙終わったよ。れが解散せえへん限り、次は3年後まで選挙ありますって <laughs> 言われてて。<laughs> やばいね。やばい。やばい。なので、 絶対次の参議院選挙までにこういう意見を世の中に届けないとダメですよもう、うん、それのためのまあ皆さんがあの声をね、うん、もう「下ふざけんな!」ってツイート書くのも大変でしょ、ねうん、でそういうふうに私がねもうそういうなんか下品ででかいことは私が仮に言うから是非この番組を応援してほしいんですよ。 でどうやって応援してほしいかっていうと単に普通にいいねしてチャンネル登録してコメント欄に「清水さんいつも同じ服を着てますね」とかねそういう何でもいいからコメントをたくさん書くことによってねや安みさんは今日も動かないなとかねなんかあのそういう何でもいいからコメントチャットを残してくれるだけでですよなんと YouTube の中で評価が上がって皆さんの思いが。 お、私や安富さんがこう世の中に届けられるようになるんですよ。だからこれはあの皆さんがただ見てるだけだと消費活動なんだけど、参加してもらうことによって生産活動になるんですよ。これが S N S 時代の大きな言論活動、政治活動の一環ですよ。で、それを継続するためにも安富さんの本を買ってほしいなとか、あるいはあの感泊欲しいなっていうそういう運動なんですよ。 YouTube 番組じゃねえからこれ YouTube は手段だからねこれは <laughs> そこをやっぱり強く伝えていきたいですねあらあら、うん、これ SNS なんですよねそう SNS です動画 SNS さ、うん、テレビ局じゃないかな小さな、うん、だって小さなテレビ局だと認識すると大きな失敗が起きてしまう <laughs> うんあん しかし結構びっくりやないやいやこの件はな。うんそ。これはとにかくその岸田さんの国民のご協力やっぱりビビります。関係 <laughs> <う>、関係ねえ。関係ねえことを、うそついて言ってるっていう。なんか、ね。うん、うん。まああの、あと最近思ったんですけど、 これは伝えなあかんことや、みんな知ってくれっていう感じで伝えると、再生回数減るんですね。<laughs> うん。うん、どうしたらいいですか。うん、うん、な、やっぱこれもアップデートしなあかんことだなって思ったのが、うん、この。何か情報を伝える。うん。っていう時に、伝える側の作法として。例えば、四十分から五十分間くらい話すとなると、何かの講演だと思っちゃうじゃないですか。 あでも講演っていうのは例えば学校とかっていうのはあの先生の授業をさなぜ聞くのかっていうと4 5 0分間で、ねうん、あれは学校権力というものに抑えつけられて聞いていたわけですよね。うん、で SNS のの場っていいいういうううはそ権力が働かかなな空間じゃないですかうん、うん、だからあのなんでこんな大事な話をしてるのに聞かないんだっていうこと自体がもうこれ。 時代遅れこの感覚がだから環境が変わってる状況で、うん、みんなとどう盛り上がって伝えていくかっていう、うん、これがすごく大事なことなんだなというふうに改めて私認識し直しましたねはいはい、はいうん、大事な話であ,ればあるほど聞かれない、うん、これは鉄の法則ですね、うん、でも人類の それはもう本性だと言っても過言じゃない、うん、だってイエス・キリストの教えだってだいぶ歪められてますせあれは本質に迫れば迫るほど貼り付けになるっていう、うん、鉄の鉄の法則ですよこれは貼 <laughs> <laughs> り付けにはなりたくないんで私うん、うん、でこ,これをねこれおかしいやっけっていうのは、うん、つまり人間が間違ってるという、うん、そうね 主張になるわけですその人間が間違ってるじゃないか、うん、っていう主張はですね、うん、人間は理性によって違った生き物になることができるという、うん、まるであの地球幼年期的なねあの、うん、誰だっ,っけあれは地球幼年期は。地球幼年期うん。地球年期は、えー アアササシシククククララこれはネタバレやけどさ、うん、最後なんかあの全人類が理性の塊になって地球から飛んでいくんですけど <laughs> ない, <laughs> いやそういうことはないからねアーサーシークラックは SF ですなんであの動物であり猿であるという前提でそそううあの話をしないと <laughs> でその猿が滅ばないように、それはどうしたらいいかということを考えるときに、こんな大事な本質的な話だから、話を聞かない話を聞かないばかりか私を貼り付けにするとはなぜなんだとかっていうのは、うん、おかしいんですよねネズミはなぜ不潔なのかとかね、うん、猫はなぜいつも寝ているのかとか、馬はなぜ俺のことを覚えずにすぐに誰でも乗ち寄るんやとかって、そういうの。

まあそんなわけでね、あの一緒に騒いでほしいなと思うで。そしてこの活動のね、提供のためにバナナ代わりに、猿にあげるバナナ代わりに、乾杯や本を買ってくれると嬉しいなという、そういう順番でございますよ。でも広げてもらうことが第一義に嬉しいんですよっていうことで、いつも見てくださってありがとうございます。安富さんもありがとうございます。皆さん、チャンネル登録といいねとコメント、よろしければ乾杯、お願いね。じゃあねー。 本当の人生を生きるための論語。立場にとらわれず名を正し、自分の内なる声に従い、好きなことをしていける。そして学習を通じて本当の成長を手に入れる。人生と社会に調和を生み出す人の生き方。それは最先端の思想にも影響を与えています。これをもとにあなたの人生の苦しみ、そして、えー、本当の人生っていうのを一回考えてみるきっかけにしてみませんかぜひ買ってみてください。それでは。